おはようございますおはようございます、えー、本日佐野明のラジオ第48回目はい 1>,、えー、1月の22日日曜日朝7時ですおはようございますおはようございますもう50回ももう見えてきてるね手が届くところに来ております、うん、ちょうど50回目フェス当日とかになるんじゃない 確かに。ちょっと早いかな。でも、それ、大体それぐらいか。うん。だと思う。はい。別の話も、この後。はいはい。はい。えー、佐野明のラジオはですね、佐野さんと明さんが、日々の暮らしや人生が少しでも楽しく、豊かに、ハッピーになれるような、はい、ウェルビーイングなラジオを、えー、ポッドキャスト、はい、YouTube に配信しております。で、えー、っと、僕の方がですね、佐野明の明を担当してます。 中戸明です、えー、宮城県で地域おこしの仕事をしながら、うんえー、最近は行けてないんですけど釣りに行ったりしてます。うん、でで今週のウェルビーイングティップスはは、うん、はい、はいこれちょっとほんまに考えてなかったな <laughs> 今週はですねあ,あえー、あのそうだ お休みの日に石巻に行ってて、うん、あのねもうちょっと街を歩いてたんですけどミニシアターへえもともとなんかそう演劇とかあと、うん、シアターがあったところがこう、うん、リニューアルされてうん、うん、ミニシアター兼カフェみたいなところがえオープンしてて、えー なんかねそこがすごい良くて映画は見てないんですけどあのすごいいいなと思って気軽にさ、はいうん、映画とかあの、まあ、有名なやつはは、ね、見れないけど、うん、まあいわゆる短観ああいう感じすごい好きでいいよねそう結構街の文化度とか上がるやんねそういうのがねどんどんなくなっちゃったからね20年前くらいかな そうなんだよ。んなんか久々に、ああ、こういうのいいなって思った。いいね。どれくらい石巻まで。こっからうん。こっからだと1時間くらい。あそんなもんで行っちゃうんだ。まああ、そんなもんで行っちゃうんだ。いいね。うん。ぜひあの、いろいろね、お店とかも、いいお店が多いので。うん、はいはい。石巻。ね、結局俺行ったことないな。<laughs> あの電車もね、電車でも行けるんで。いや、電車はね、ちょっと電車好きとしてはだいぶ引かれるけどね、あの辺え、あの、うん回線系もありますし、はいはいはい。いいと思いますよ。いいね。OK ーー。今週の w e l l b イ i n g t i p s, <S, <S,、はい、<S ありがとうございます。で、僕の方が佐野明の佐野を担当してます、佐野健人と申します。と相変わらず神奈川県町内霊に住みながら、今ね、ちょうど日が昇ってきたね。 いいね。すごいお。すごい照らされてて、あの、いい感じです。で、えっと、普段はギャップイヤーという制度を日本に広めるギャップスタジオというのを運営をしています。で、ウェルビングチップスね。はい。僕の方のチップスはね、まだ出てこないか、ポテチは。昨日ね、ポテチね、昨日夜久々に食ったあ<ら> <laughs> あね、昨日、 サウナに行きまして。ああ、あれかイベントか。そうそうそう。イベントにもしてた。初めてです、ちゃんと入る。たまにお風呂ついでプッて入るのはあったんですけど、まああんま得意じゃなくて。で、そういう話を友人が熱波師になってて、で、話をしたら、そう。あれでしょゲストにも出てくる。そうそうそう。今度のフェスのゲストにも来る。 川ん、うん、原拓也君っていう方なんだけどそれはね入り方が良くないと入り方が整ってないとまず確かに <laughs> でだったら、まあ、教えてよって話からねうん、うん、始まってまあまあ言ったんですけどあのね良かった、うんうん、なんかね今流行ってるのもね分かるなと思ってやっぱこう血流がよくなるからパソコン仕事してたりとかさずっとうん、うん なんか作業した後ととかにあれ体感したらいや確かにマスカッとするなっていうのとバーベキューとかと一緒でさ何かやりながらって人と話もしやすくてさなるほどサウナ入りながら北欧だと社交の場になってるなんていうのもあるけどサウナがうんそうそうそう,そうサウナで商談みたいなさ <laughs> あいけてるそうそうランチミーティング的なさサウナ見 サウナミみたいなのもあるのも <laughs> あの分かったというかまだまだねあのこう初心者ではありますけど世界を除けて一、うん、つね視野が広がってウェルビーイングな一日でした素晴らしい、うん、っていう感じ以上ですタイミング合えば教えてもらいたいですそれいやね うんまあ、単純にまあ入って出て入ってですあ <laughs> 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 知ってる人といかんとさそうだねやっぱ一人で行ってもさ周りちょっとベテランばっかだとさ結構最初さちゃんとした人にこう教えてもらってすごい何事も大事だなっていうのも改めて思いました確かに、うん、ありがとうございますははい、はいじゃあまあ告知しますかうん<で> えー、来たる2月18日土曜日。サナキアンフェス2023。ついに。開催します。開催 <laughs> しました、前言ったか。<laughs> もう、ね、ここなんかあのー、口もね、かっこいい BGM とか入れたいよね。うん、ダーダダみたいな。の編集じゃ,じゃらんみたいな。<laughs> <laughs> 俺が言えばよかったな。じゃらんな。<laughs> <laughs> あのー。 えっとそれぞれの SNS とかにも、うん、えっと投稿しているので、うん、詳細は見れますと、はいでまあ、簡単に概要を言いますと、えー、朝昼晩とありまして、うん、朝はこういった通常ラジオに、えー、ゲストお一人お迎えします、うん、で、えー、昼の部は東京の国分寺カフェスローにて、うん、リアルのトークゲスト一部二部。はい で夜は渋谷で交流会ですね。うん、いいね。今、客観的に聞いてて、はい、なんかちょうどいい流れだよね。で、えー、大きいテーマが「みんなで作るウェルビーング」うん。で、えー、幸せの4つの因子、えー、やってみよう。なんとかなるありがとうありのままに。うん、をそれぞれ企画の各テーマにして。 やりましょうよっていう感じで、うん、4ペンね朝ウェルビーング爆上がりな一日になりますということですねい,いいねウェルビーングってさ爆上がりするものなの <laughs> <laughs> 上がるでしょう <laughs> 上がるかまあ、まあ、ハピネスとは違うからねちょっとなるほどねハピネスは瞬間瞬間だけどウェルビーングは良い状態やからまあずっと<ん>ビーングだからねだからその一日は うん、ずっと爆上がってるってことですね、うん、気をつけないといまあ次の日ね <laughs> 爆上がりの反動が来そうな気もするけどね大丈夫よまあ俺らはねちょうど一日ねそんな感じでうろうろしてると思うんであの現地観覧もできますし交流会のみも、うん、えっと行けますし、うん、あとこのラジオに出たいとかうん ラジオで私の名前を呼んでくださいっていう人は、うんうん、えっとイベントページから購入購入というかチケットそうだねチケットまだ誰もね購入されてませんのでデータおかしいよね <laughs> 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 まあぜひチェックしてほしいねはい、はいうん、っていう感じでそれにちなんでやりますかじゃんうんうんうんあの今日ね、うん、4インチ順番にああそうだそうだそうだ 最初なんやっ何、えっと、とかなるなんとかなるですね。それぞれの何とかなる、えー、エピソード、どうぞ。何とかなるエピソードね。まあ、大抵何とかなるけど、そうね、逆にさ、何ともならないものって少ない。ああ、例え,ね、例えば何があるかね。えっとね、国とか。 自分じゃコントロールできないやつってことね。まあ突き詰めていったらね総理大臣になったらまた別だけどさ国とか歴史とかそうねそうまあ歴史は確かにね。あとか親とかああそうね。うん、その辺ってまあどうしようもないじゃん、まあ、生まれた時代とかさ、うん、そういったのってさあの、まあ、ほとんどなくて。 あの大きいのが多いけど。ん、はい、かそれ以外のやつは、なんとかなるというか、なんとかできるうん,うん。とは思うのよ。あの負担は違うけどね。うん、違う。だから、あの、え、どうしようみたいな、声、ね、あの、どうやったらいいんだろうみたいなのも、確かに。まあ、突き詰めてったら、なんとかなると思ってるのよ。な、うんとかできる。 多分何とかしてきてる人もいるし同じような悩みとか状況をうん、うん、だから、ねね、基本的には <laughs> なん<て>多分あの何とかできるじゃん大体のことねさっき言ったみたいなこと以外は、うん、でもその何とかす、まあ、できるするための、うん、多分その要素というかが例えばさそのやってみようとかさみたいなのはあるかもね そうだね何とかするにも何もしてないと何ともなんないから、うんね、人に会うとかさかはい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 からそうだね何とかするための俺のあれねそうだねまあまあなんかやっていくしかないかな <laughs> 動いていくしかないかな うん、なんとかなると信じて動くみたいな感じかな、うんうん、そうすると何か思ってもみなかった解決策で解決することが多いかな,こうなんかだいたい自分の思い通りで解決することってない、うんうん、<laughs> あれこんな着地点だったのみたいななので結局解決してるっていうパターンがこれは多いかなあ まずは動くってこと、ねうん、あの今できるところからね、目の,目の前の。今で自分ができる能力でできること、今自分が持ってる、えっと、人のつながりとかでできることをやってくまあそれがね、難しいんだけどね。本当に100できてるかっつうと何とも言えんけど、うん、まあ頭ではそう思ってる。うんはい、はいはい。回答になってるから、うん、はい。なってます。確かに。らさんはどうですか まあでもまあ、動くはもう絶対あるよね。うん。あの、ま、なんとかするとか、なんとかしたい。まあ、な,な、なんでそのなんとかしたいんだっけは、ちゃんと考えた方がいいと思うけど、うん、漠然にね、なんとかするってなっても、あの具体的に動けないから。うん、で、まあ、動くはあるけど、動くのも、 難しくない難しい,難しい <laughs>、ね、動くにはだってまず知って考えて分かってでもあれやな今ちょっとしゃべってたと思ったけどその動くにもそれこそやっぱりこの本当はこうしたいっていう,こうビジョンとかうん、うんね、目標目的があるわけで、うん、まあそのためになんとかしたいわけで、うん、だから多分こう自分の内側にはさあるわけよ多分。うんうんうん で、多分この人に会ったらいいな。とかっていうのもなんとなくわかるじゃん。はい,は,いはい。はい。はい。でもやっぱりえっ、ー、とこの周りの目とか他人の目とか、うん、世間体とか、うん、自分がこういう行動したらなんかどう思われるかな。とか、うん、っていうのは実態。どっかにえっとバイアスかかってるから、うん、極力気にしない。うん,う,んうん。もうこれは俺の人生だって思うしかない。うん、うん まあ自分で自分を怖がってるところもあるよね結構ある人に会いに行くとかねでなんかこのねこう断られたらどうしようとかさ嫌われたらどうしようとかさいや思うよねめちゃくちゃ思う思うあのねあいや結構俺も気にするタイプだから <laughs> 気にするよ結思うけどね <laughs> 特にねこの日本人はさ なんてそんなアクティブな方ではないじゃん。ガツガツいきますせタイプじゃないから。うん、こう気軽にねいけたらいいよね。まあそうね。深く考え深く考えない。大切、うん、あのー、も。深く考えなきゃいけない時ってあんまないよね。ないない。あ<ー>相当よ。なんかね、相当か、ね。俺なんか結構もっとちゃんと考えろってすごい言われるんだけどさ。うん 考えてもさ俺そんな頭いいと思ってないけどさ考えても考えてもさ、うん、袋工事に入ってっちゃうというかさよくさ言われるのはさ、うん、その場で5分考えて決めたこととうん、うん、それこそもう1週間考えて決めたことって大体一緒なわけその場でそ,まあそのばっか、まあ、その瞬間ちょっと考えたことぐらいしかもうさジャッジできないわけようん、うん、それしか知らないからね、うん 逆にさ、結構、脳って頭いいよね。たった5分とかそれくらいでさ、うん、意外と最適解を導き出してるっていう感じだよね。それで大体8割、9割も出せてしまうってね。で、じっくり悩んでね、100に持っていくことはできるかもしれないけど。って考えると、まあな、なんか脳ミスを信頼してると動けるかもね。これでいいかも。そうね、うん。はい、追加。はいはいはい。あとこの、その、 今の話とちょっと逆になっちゃうけど、直感を信じる。よくあるわけ。このイベントとかもあるじゃん。これ行った方がいいなとか。ある、ある、ある。大体行った方がいいわけ。行った方がいいね。行った方がいい。それは多分脳じゃなくて、体で感じてるやつやん。はね、意外とどうにかして行った方がいい。 ファーストインプレッションっていうのは確かにね、うん、まあほぼほぼ合ってるし結局考えてもそこに戻ってくること多いよねぐるっと、うん、結局なんかビビッとくる時とかあるやんねるあるうわこれ今この人に会った方がいいなとか、うん、気になるなとかうん まあ、え言っといた方がいいた、ね、がちょっとでもちょっとあの無理してでもあいやあるね俺だから明日からの仙台も結構その一つだよとなくなうんとうん、うん、か今言っといた方がいいなっていうね、うん、あ大丈夫かなそんな内容になるかな <laughs> なるなる大丈夫 <laughs> 俺がするから大丈夫んとかするねな、うんとかするから自分で自分で納得すればいいだけだからさはい、はい、そうねあ大丈夫大丈夫なので要は 要は、まあ、直感を信じるし <laughs>、うん。とはいえ、自分の中にあるものでしか判断はできないので、外に目を向けず、うん、まず自分の中にあるものにも向き合ったらいいんじゃない、うん、で、直感を信じる。<laughs> <laughs> 第六感はあるから、ね、絶対。あ まあそんなにね理屈の生き物じゃないよね人間はさ確かにそれはめちゃめちゃ感じるよね本当に一目惚れとか結構多分ねあ確かに当たるってちょっとよくわかんないけどいいんじゃないかなって思ってるあるあるもう逆にあちょっとこの人無理やなっていうのもまああるしさ大体そうよねなんかわかるよねその最初の方で もう匂いというかさ物理的なね匂いじゃなくてああいはあるよね確かにっていうことですねまあんかまあ曲は「なんとかなる」は食感を信じようそうするとなんとかなることが多いよって感じかなんとかしやすくなるあとなんかそっちの方が後悔がないかな まあまあまあとはいえ動きましょうよってことだねそうだねう一歩ね半歩でもうんまあ本当半歩だね、うん、いいと思う半歩で、うん、っていうのほんとガラッと変わるからねまあ僕らも置いてきて、うん、まあこのラジオだってねまあそんなところから始まってるとこだからねかうん積み重ねですからね本当だよこんなラジオですらさ やっぱ積み重ねてくるとさ、<laughs> フェスまでたどり着くわけですよ。そうよ。<laughs> 自己満フェスだけどね。一応ね、まあ、でもさ、これ一生言えるじゃん。うん。いや、あの時、ラジオ一年間やってさ、フェスまでやっちゃったんだよね。はははまではいけるじゃん。うん。うん、えってなるしね。ああ、うん、<れ>何ってなるからさ。うん、そう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 。いいと思う、フェス。 うんいいよね。なんか最近さ、無駄にさ、二月十八日空いてるみたいな誘いがさ、来ること、うん、なぜか二件立て続けであってさ。えー。で、毎回、いや、ちょっとその日はちょっと、<laughs> ちょっとラジオフェスがあってっ,って。フェスがあって、ちょっとどうしても終日行けないんですよ。<laughs> え、何、何ってなるからさ。なるよね。あ、まあは結構、あの、面白がって。なかなかない、主催でラジオフェスやること。ないよ、マジで。そうそ、ん、う、あとあの、サナキラのラジオフェス実行委員会、うん。 はいはい,、はい、い,い。募集してますんで。いいはい、はいはいはい。自己委員会が主催2人っていう。ああ、今んところ委員長と副委員長しかいない。うん、<laughs> 副委員長でいいんかな。<laughs> 全然いいよ。ないからさ。<laughs> まあでも、まあ実行委員会いなくても、もう実行しちゃうけどね、全然。確かに。うん、まあいてくれるとね、より良いよっていう,、まあそうね。そうね。現場のお手伝いとかね。いいよ、マネージャーとかやってほしい。マネージャー欲しいね。うん、マネージャー募集しよう。 次のスケジュール何時です、うん、<laughs> 大した予定入ってないけどマネージャー欲しいなしい、ね、ぜひマネージャーに興味ある人あ,<ー>あのコメントください、うん、ぜひぜひ、うん、あのマネージャーがいるっていう体がやりたい、うん、マネージャーってあれあの部活とかのマネージャーそれともこうマネージャーの方 マネージャーの、さっきの今日のスケジュールはって言ってくれる人。全然スケジュール入ってないけど。もう把握できてるけどね。こんな感じで。いいね。しばらくしばらくと。とりあえず、4因子についてやっていきますか。4回いけるんじゃない ?4 回いけるようにしていくか、じゃあ。で、本番みたいな感じうん。ちょうどいいんじゃない でしょちょうどいいぐらいだと思う。ちょうどいい気がする。まあ、最後、長字で合わせてやりましょう。まあ、ちょっと駆け足にならんようにね。ぜひ皆さん、サムアキラのラジオフェス2023にご参加ください。ぜひぜひお待ちしてます。なかなかないからね、2人揃うこと実は。レアですよ。ね。いいことあるかも。ご利益あるかも。しかも都内でね。 <laughs> ご利益フェスやいいじゃんあのパワースポット的なねうん <laughs> そう確かに <laughs> はいじゃあ今日 <laughs> そんな感じで終わりますが<ー>ちょっと早めにん、okay、とかなるでねはいんとかしていきましょう <Okay. S 1> 皆さんんとかなるので大丈夫、うん、ということで、えー、今日も素敵な一日をお過ごしください,はいありがとうございました